皆さん、こんにちは。週刊手帳室の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、違和感のない価値観っていう、そんな話をするんですけど、ちょっとタイトル的に言うと、あんまり、プラスな話じゃなくて、マイナスな話なんですけど、まあ、最終的には、プラスにするにはどうしたらいいか、そんな話ではあるんですけど、価値観を明確にすればいい。そんなお題目があったとして、じゃあ自分の性格とか、自分の価値観みたいなものを手帳の中に書き記すのはいいんでしょうけど、ただそれが、自分のペースというか、自分の、今の状態の価値観だったりすると、その中に、要は周りから見てこんなんでいいのみたいな時も、中にはあるんですよ。結局、周りに 合わせていかないと、自分も成長できないんでしょうけど、あまりにも周りから不すぎる、ところの価値観を持っていたりする。で、それをね、価値観として明確にして、で、手帳に書くのはいいんですけど、ただ、周りとの差があまりにも大きい。これ自身、今度気づかなきゃいけないんです。なんで、自分の、価値観に気づくっていうのが、まず第一段階ではあるんですけど。ただ、それが、周りの価値と比べて、どうなってるかというところを、常に確認をしていかないと、いつまで経っても、要はその自分のペースのままっていうことになってしまう。それってね、あまりにもちょっと危機感がなさすぎるということになるわけなんです。だから、価値観を明確にすりゃいいっていう、そこのところを、だけにフォーカスを当てていると。その価値観の、方針っていうのは、もしかするとあるのかもしれないですけど。ただ、それはね、綺麗な言葉だったりとか、ちょっと自分の中で、感動的な、フレーズだったりするところをね、書くっていうのはいいんでしょうけど。ただ、それをどん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 アップデートしていく過程として、何と比べているのかっていうところ、きちんと、確認して、で、それに対して、このままでいい価値観なのかっていうところ、確認をした方がいいんじゃないか。私は思う。で、それを常に比較していかないと。いきなりそこのとこまで行くかどうかっていうのは別にしても、目指すとこが多分もっと上だったりするんだとすると。まずは、自分との、価値基準の差っていうのをきちんと確認をして、で、それをどうやって埋めていくかとか、追いつくかとかっていう、そういう方向に話を持っていかないと、自分の価値観だけが分かればいい。そういう話じゃない。私は思いますので、常にそれを確認するっていうところを、手帳の中で、やっていくというのも、一つの手としてあるんじゃないかなというふうに私は思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。